日本野球機構 NPB は4日、マイナビオールスターゲーム2024の選手間投票の結果を発表した。2日に発表されたファン投票の結果では、日本ハムから最多9人が選出された一方で、広島、オリックス、楽天、ロッテの4球団から選出がなかったが、選手間投票ではロッテのグレゴリー・ポランコ外野手が選出された。広島オリックス 楽天の3球団は選手間投票でも選出選手はいなかった。セ・リーグ首位を走る広島は防御率1位の大瀬良第一投手や5月の月間 MVP に輝いた小園会と内野手らも選出されていない。セ・遊撃手部門ではヤクルトの長岡秀樹内野手が180票を集めてトップ。2位の広島・矢野正也内野手が142票。 3位の小園海と内野手が88票を集めていた。2021年からリーグ3連覇を果たしているオリックスは三塁手部門でそういう間内野手がトップの栗原亮や内野手に36票及ばなかった。後日に監督推薦やプラスワン投票が発表され、救援出場選手が出揃う。